はい、どうも、毎度おなじみ、ゆうご .tv のお時間でございまーす。実はですね、カメラを変えたんですよ。この、こんな感じ。ロジクール C920T。ウェブカメラ販売台数世界ナンバーワン、高画質フル HD1080p の画質とかつってるけど、これ画質いいかな、これなんか設定の仕方あるのかな。なんか前のカメラと大して変わんないような気がするんですが、まあこんなちょっといたずらもできるようになって、とりあえず今日は矢が刺さったバージョンでお届けしたいと思います。さて、本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。初めて読む文章を今から読んでいきます。はい、今日のお題は、叱られなくなったら青春時代はもう終わり。こちらを今から読んでいきます。叱られてるうちはまだ青春時代と思うことです。まだまだ覚えるべきことがたくさんあるから叱られます。叱られているうちは間違いに気づくことができますから、どんどん成長できるのです。これが年を取っていくにつれて、だんだん叱られる回数が減ってきます。年を取るにつれて周りは若い人たちばかりになります。そうすると必然的に叱ってくれる人が少なくなるのです。叱られる回数は減って、叱る回数ばかり増えてきます。こう考えると、年を取っても叱られることができるということは貴重なことになります。叱られると落ち込んでしまいますが、その落ち込みを成長と考えましょう。年を取ってしまえば、叱られたくても叱られなくなり、寂しくなります。叱られているうちが成長できるチャンスなのです。今日の格言。叱られることに感謝する。確かにね。年を取るにつれ、確かに叱られないね。だから、間違ったことを指摘してくれる、そういう人がいるといいですね。はい。ということで、本日も勉強になりました。ご覧いただきまして、ありがとうございます。それでは、また明日。どうぞ。